新規感染者は浜松市の2人だけで、その他の市や町では確認されていません。浜松市では15日ぶりの感染確認です。また、感染対策を講じる飲食店を対象にした県の認証制度では、今月末までに累計で1万4000件と申請した店舗の95%が認証を受けられる見込みです。